吉田さん、Vlog カメラ買ったんですけどね、使ってないですね、全然。最近たまにちょっと思い出して使うんですけども、やっぱりエンコードに時間がかかるんで、いや、私向けじゃないですよ。私向けなのは、やっぱりローカルな、こういったね、1万円もしない中古のカメラ、S6900。これをなくなるたびにメルカリで買うんですけども、まあ今ね、5台くらいあるんですよ。いきなり壊れても大丈夫みたいなね、そんなところがありますんで、すごく便利だなと。で、これは片や1台で10万円。とても危なくって外に持ち歩きません。さっきのカメラは実は駐車場で落として壊したこともあるんですけども、あ、壊れちゃった、まあいいかで済むんですよね。だから何にお金をかけるべきかってことも結構ね、重要なのかなと思いますよね、まあ当たり前か、稼ぎ方をみんな求めてるけど、使い方もね、やっぱりこう気をつけないといけないのかなと思います。というところで、今日のテーマは手取り14万のままで済むと思うなって形です。手取り14万で数年間変化してない方、その手取りが収入が増えてない方って、これからガタ落ちする可能性があるんですよ。で、不思議なことにね、稼いでる方って稼ぎ方をもっともっとね、追求してるんですよ。でも稼げない人って稼ぎ方の追求どころか同じことを繰り返してるんで、過当競争になりますよね、椅子取りゲームに。でも私も吉谷さんも椅子取りゲームには極力ならないようになってるんですよ。それはやっぱり自分なりのノウハウを構築して、まあ、流行りに乗っかる部分もありますけども、それ依存じゃないんですよね。やっぱり自分のビジネスをどん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 分解していって、そして再構築していって、新しいものに組み上げていって、必ず売れる形に持っていくんですよ。そして必ずリピートをしていくように持っていくんですよ。だからね、商品依存じゃないんですよね、まさにどんな商品でも売れるような工夫ができる。だから売り上げってのは変化していくんですよね。だいたい上がっていくんですよ。でもその工夫、1万円なら1万円を稼ぐ工夫ってのが、さあどうでしょうかってことなんですよ。少なくとも1万円を稼ぐノウハウってのは、まあ時期とかね、タイミングによって変わっていくべきだと思うんですよ。商品とかね、流行り廃りもありますし。だから流行りに乗るってのは、まあ、プラスアルファのお土産なんですよね。普段からノウハウがあって、で売れるスキルがあって、どんどん売り上げを上げていけるときに、たまたま流行りが来たら、それがイレギュラーで倍増するみたいな感じですよね。逆に逆風が吹いたらどうするってことなんですよ。逆風が吹いたら逆風に合わせたようなビジネスにすぐに組み替えるので、一瞬はちょっと流れが悪くなって売り上げ落ちるけども、必ず取り戻すんですよね。で、それがビジネスなんですよ。だから目的達成のためにやってるわけですから、頑張ったけど目的ノルマが達成されませんでしたって、これお遊びですよね、そういうのは。だからそういうことを繰り返していたり、そういう思考なんで急に給料が増えないし、この金でいいやって思っちゃうんですよ。この金でいいやって思うわけないじゃないですか、そんなのね。だから75歳とか80歳、死のギリギリまで働くんだったら別ですよ。でもなるべく早くドロップアウトしてリタイアして、例えば40代とか50代でもうお金のことは心配しなくても、働かなくても収入がなくても、その後ずっとやっていけるよみたいなね、大贅沢はしなくても、まあつつましく暮らす分には全然困らないよみたいなことが40代50代で起きたら、なかなかいいですよね。そしたら週に1回とか2回、自分の気に入ったバイトをして、社会との関わりを持ちながら豊かに暮らしていけると思うんですよ。特に時間的に豊か、そして、ストレスもないし、必要じゃないノルマも割れないようになると思うんですよね。まあ、それが14万から稼げ14万から抜け出す方法じゃないかと思うんですけどね。じゃあちょっと行っていき